この歌を、選んだ理由はですね、最初とお仕事を高校今年の3今年にちょっと高校を卒業したので新しく、お仕事を始めさせていただいたんですけど、お仕事とそうですね、ちょっといっぱい悩むことがたくさんありまして、でもこの曲にちょっと助けられたところもあるので、ちょっとこの曲を歌わせていただきたいと思います。聴いてください、手嶋葵さんの明日への手紙。聞いていますか？
います。宣伝をさせていただきたいと思うんですけど、5月30日に、石岡駅の方でちょっとイベントをやらせていただくので、そちらもちょっとチェックしていただけると嬉しいです。そうですね、最近ちょっと Facebook を始めまして、はい、Facebook を始めたので、今日ちょっとイベントが終わった後に私ちょっと名刺を持ってきているので、ちょっと気になってくれた方は私のところに来てくださると嬉しいです。最後の曲は盛り上げて風鈴さんのパプリカという曲を歌わせていただきたいと思います。皆さん盛り上がって聴いてください。
レンジャーという曲をもう一度歌わせていただきたいと思います。はい、いきます。来ていただければこの顔が見れると思うのでぜひお願いします。